縦編みの編み方です。ループの左側から針を入れます。でこの糸を上からこうですねかけて、これをこのまま輪の中に通して外します。左側から針を入れて上からかけます。でこのままこの輪の中に通して外します。でこの繰り返しですね。慣れてきたら手元で近いところでやるように、左手もこう返してあげると編みやすいです。